い、どうもこまるわです。まず最初のコース、鏡のマリオ。こちらのコースは上下もしくは左右が反対鏡になってるコースみたいです。例えばこれだったら上にハテナあるけど、あ、上側になるんだ。もう完全にあべこべになってるコースみたいです。でも矢印は逆にならないんだね。あ、そっか、鏡だからならないのか。じゃあやっていきたいと思います。これだったらハテナの動きも逆なんだろうな。だから例えばこれがこっち行ったタイミングで、あれ、上下も逆なのか。タイミングは分かんない。いつ来るんだ。あ、行った。え、動き一緒なのか。どう鏡になってんだ。これ普通逆になるんじゃないの。ならないか。ならないな。よし、じゃあ入っていきます。ちょっとややこしいな。左右は逆だけどあの動きは一緒なのか。これオンオフはここ。あー、切り替わった。すごい、あるのにないっていう逆コース、逆騙しコースみたいになってる。はい、次行きます。基本的に上下が逆、左右が逆の繰り返しなんだね。これはだからこの辺とかにあるんじゃない。上ちょっとなんかチラッと見えたね。ここにまずあって、じゃああっち側もバネがあるのかな。それともなんかバネ以外のトゲとかあったりするのかな。バネの逆ってなんだろう。とりあえず上がってみて。いや、でも鏡のみだからあそこに鍵があるんだろうな。だからアイテム自体は逆にはなってないだろうな。オッケー、鍵ゲット、ありがとうございます。次行ってみよう。はい、続いてなんかハテナがいっぱいあるね。なんだろうこれ。とりあえず出してみて、あ、なるほどね、これで通れるようになりますよと。はい。なんかさ、こういうパズルゲームやってる感じになってるけど、意外と謎解き要素が少ないね。これで出して鍵をゲットして、まあ今のところ全て鏡になってるよってだけだね。こういうの謎解き多いんだけどな。ハテナが浮いてて、まあ入る。お、今入れなかった。でも逆側も鏡だから入れないんじゃないの。入れる。っていうことは鏡の中の世界はまた変わってたりするんだな。これいけないね。どうやって行くんだ。またボム兵が降ってくるんじゃないの。いや、これか。あー、で氷で溶かすみたいな。この部分って溶けるの。あー、溶けるんだ。はい、クリア、ありがとうございます。続いてのコース、リアルエレベーター。こちらのコース、前回リアルエレベーター 1.0 をやったんですが、2.0 にアップデートされてますね。バージョンが上がってます。やってみたいと思います。今現在1階にいるんだけど、これは別の階に行けるのかな、おそらく。このドア入ってみていい？入ってみましょうか。奥の部屋もある感じで、あ、最終的にここがゴールなんだ。あ、なんか前回とちょっと違うね。前回さ、エレベーターが先にあったけど、結局ここに帰ってくるのは分かってるのか。でもゴール条件がないと。さあ行ってみましょうか。2階3階4階と選べるね。おお、もう仕組みが始まってる。どこ行く。4階まで上がってみるか。これなんか上がりにくいんだけど、これでめっちゃ上がりにくかった。で乗れば多分、おー、すごい、自動で閉まった。これすごいよ。あの、事故起きないようにちゃんと仕組みが作られてる。よくあるよね、なんか挟まって事故するみたいな、そういうのがならないようになってる。1回上がったか。パウが1個壊れて、大丈夫かこれ。今さっきの、あ、このタイミングでまた壊れて、今3回って書いてあったね、左に。すごい、左もなんか仕組みになってんのかな。あ、で4階までたどり着いた。この上はあるのかな。あ、でもなんか右上に若干仕組みあるね。じゃあ入ってみたいと思います。4階には何が待ち受けてるんだろう。お、着いたけど階が選べる。下がれるようになってる今回。とりあえず入ってみましょうか。これが多分4階の入り口なんだと思う。赤いコインがある。これ集めるのかな。別に集めろって条件はないから、とりあえずこっち側行ってみて。ん？オンオフ切り替える。おー、なんか迷路みたいになってる。で切り替える、降りる、もらいますと。どうする、赤コイン取りに行ってみる。全ての階回ってみたいような、こういう仕組みだった。だから、なんかさ、ポケモンのジムとかでよくあるよね、こういう、よいしょ、こういう要素のさ、こっち行ってこっち行ってこの順番で行かないとクリアできませんよみたいなコース。オンオフ切り替えるから、こっち行って上行って左行って降りて、でこっちは行けると。さあ1枚ゲットしました。下の階行ってみようか、ついでに。今4階だよね。3階と2階ちょっと見てみたいな。1階もあったのかな。いや、赤コイン3枚だから、じゃあ一気にちょっと降りてみようか。2階まで降ります。はい、乗った瞬間閉まった。すごー。で今ファイヤーバーが動いてるのが特徴なのかな。とりあえず待ってみましょうか。降りてった。パウ2個ゲットしたよ。これがまた
あの甲羅によって破壊されて、はい、数がカウントされてる。でちょうどぴったりになったあのピースイッチが押されるか止まるのか。え、僕が降りたらなんで、これ今ここにいる限りはピースイッチが押さえ続けてるじゃん、左側で。僕が行くと切り替わるのか。無限だね、まだ無限だね。はい、あ、ここまだ無限なんだ、ずっと。でちょっと待って、そっか、壁キックで上も行けないもんね。入った瞬間にまたガチャンって閉まってるね。で戻ることもちゃんとできない。ん？だったらさ、別のあれなのかな、マップが違うのかな。これ切り替わってないもんね。2回来ました。あー、まあ敵がちょっとボスみたいな感じで待ち受けてるけど、とりあえずゲットしましょうか。めっちゃ緩いな、これ。なんかレベル2みたいな感じ、監獄じゃん。なんかインペルダウンじゃなくアップだな。上に上がるほど敵が強いみたいな。一番最後の迷路やっちゃったんだけど。じゃあ3回行ってみましょうか。いや、すごいなこの仕組み。ワンナップが飛んでいったのも特徴なんだろうな。で上に上がるのか、ちゃんと下降りないよな。どの辺で判断してるんだろう。とりあえず待ってみましょうか。ゴールチョークは持ってるものの、上がっていった、すごー。え、これ青色だったら下がるのかな。とりあえずパウ1個消化してちゃんと止まった。でこれ無限だろうから入ってみます。青色も変わってるかな。え、変わってない、全然仕組みが分かんないんだけど。入ってみましょうか。3回、でどーん、なんかめっちゃ暴れ回ってんだけど。はい、10コインありがとう。これはワンナップと。はい、どういう仕組みだこれは。なんか歓迎してもてなしてる、鍋にしてるな。え、お料理してるんだけど、何らかのストーリーがあるのかな。これ花ちゃんがいるね。これ、あー、死なないよな、僕死なないよな、大丈夫だよな、行くよ。え、怖いんだけど。え、うん、怒ってるだけだね。これは多分鍋の蓋だね。特に何かできるわけではないけど、多分料理部屋みたいな感じだったな。3階は料理してるみたいです。何階に行く。ゴールが1階だから1階まで降りてみましょうか。あ、青色変わった。え、でも赤色、青色になった。で青色だったら多分下がるんだろうな、音符が逆だもんな。え、すごい。え、どこで判断してるんだろう。やっぱマップが違って、これは降りる階のマップなんだろうな。いや、関係ないか。だって4階の方を例えば押したら、これ赤色のまま上行ってたってことだもんな。これだな、このワンナップがちょっと今見えたのが仕組み分かんなかったけど、 IQ800 くらいの人なら今の一瞬で判断できたんだろうな。さあ1回入ってみたいと思います。このワンナップが多分特徴だと思う。鍵ゲットしてるけど、どうする、入っちゃう。この花ちゃんのお家だったのかな結局。入ってみましょうか。こっちまで来れるとエクストラモードみたいな感じで歓迎されてる。なんだこれなんか王の玉座みたいになってる。ありがとうありがとうありがとう、命がもらえると。はい、出ていきましょうか。でゴールまで行けると。うわ、すごいわこれ、仕組みがすごい。あ、待って、左になんかある。これワンナップかな。めっちゃ命くれるじゃん。はい、クリア、ありがとうございます。